はレジックスポーツ中島カノン選手です。中島カノン選手、これから段違い平行棒に向かいます。寺本さん、団体戦ですから、ですからもう皆さんがきっちりまとめる必要があるというところが難しいところですね。そうですね、はい、そして1種目目の1番というのが一番大事で、やっぱり流れを作る、はい、重要な役割であったので、先ほどご紹介した古賀選手はしっかりとまとめてきたので、次2番手3番手と次2種目目3種目目とどんどん流れよくしていきたいところですね。はい、こういう待つ時間の緊張感も、いや本当にこの待つ時間が一番緊張しますね。選手にとってそうなんですね、はい、ちょうど今後ろのモニターにゴーという文字が出た、はい、あれがスタートの合図ですね。そうです、ここから30秒以内に器具に飛びつかないといけないです。中島の段違い平行棒です、はい、最初冷却シタルダー D 難度から車輪1回ひねり C 難度、はい、ツイスト逆車から牛の家外宙返り D 難度ですね。はい、パック宙返りで下に移ります。 D 難度、ここは平棒です。はい、蹴上がり倒立一つ一つがとても綺麗ですね。そうですか、はい、ここから上に上がります。蹴上がり倒立頑張れ、はい、さあ着地は抱え込みのダブルですね。綺麗に決まりました。あ、本人もほっとした表情ですね。練習が、ね、しっかりとなった構成になってますね、はい、これから将来伸びていくようなのが見える平行棒の演技だと思います。そうですか、レジックスポーツ中島カノンでした。